皆さんこんにちは、ビーレジェンドサメラです。本日はこちらですね。この黒い箱の中からはよいしょ、ドンですね。ビーレジェンドキャニスターですね。こちらのね、紹介をしていきたいと思います。まずね、キャニスターって何ぞやっていう方がね、たくさんおられるかと思います。簡単に言ってしまいますと、保存容器になります。多分一般的には、この中にね、パスタとか入れられたり、いろいろしけっちゃいけないものとかをね、入れて保存されている方がたくさんおられます。まあ自分でしたらね、オートミールとかね、そういったものを入れたりもするんですけど、で、こちらのね、キャニスターにはちょっと見えにくいですかね。こちらのように、Bレジェンドっていうロゴがね、しっかりと入っております。こちらのね、縦の長さがだいたいね 30.5 センチですね、あります。で、横幅はね13センチ13センチっていう形で、で、こちらのね中になんとビーレジェンドプロテインのね1キロパッケージがしっかりね入る設計になっております。で、パウダーをね中に入れていただいて、蓋をして入れていただいて、こちらのね取っ手の部分を倒していただくと、もうかっちりと閉まってね、密閉されるようになっております。デザインもね、非常にね、スタイリッシュになっておりますんで、まあ、こちらのね、キャニスターの方にプロテインパウダーを入れて保管するっていうのもね、非常にね、いいかと思います。本当にね、スタイリッシュにね、保管するのにね、非常に長けたキャニスターになっているかと思います。こちらのキャニスターがどうやったら手に入れられるかと言いますと、Bレジェンドが定期的に開催しているね、ノベルティキャンペーン、そちらで手に入れることができます。まあ、いつやってるのかに関しましては弊社公式 SNS ですね、そちらの方をねチェックしていただいて、開催期間であったり開催のね対象商品を確かめいただければと思います。ぜひね一度手に入れてねお試しいただければと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。